資生堂。やっぱり我が家はハウスのグラタン。お待ちどうさまでした、光一さんとのことは大切な思い出としてこの胸にしまっておきます。大切な思い出って雅子さん。私急ぐから。和也さんの慶応の時のお友達が東京から何人か来てるの。私に会わせろって。まあ君にはね、私が責任を持っていい相手を見つけようじゃないの。ね。いやー、なんたって君は将来うちの和也の右腕となってな、河内屋グループを支えてもらわにゃならん人材であるからして。おお、和也、いいところへ来た。今芝君が納得してくれてな。ああそう、ごめんね。せっかく店長にまでなったって。高卒で悪かったよ。関係ない話をするな。関係あるぞ。女なんてのはな、他に入って捨てるほどいるんだよ。そんなのよりどりみどりだ。そりゃまあ僕は一回浮気しましたですよ。でもね、島さん、女房が相談したからって自分の教え子に手を出そうだろ、そりゃあんまりだべ。そりゃなかべ。先生が手出したんじゃない。私の方から誘ったの。美智子、あなた浮気した。だから私も一回する権利がある。美智子お前。とにかくですね、ご主人、何よ、来るんだったら電話くらいしてくれればいいじゃない。したよ、昨日から何回も。全然出なかったじゃないかよ。ああ、金曜の夜から好き言ってたから、さっき帰ってきたとこなの。バカだね、お前。誰か来てんのか。うん、会社の人、一緒にスキーに行った。なかなかいいマンションだ。これならいい。それは寝すぶたじゃないの。ねえ、父と兄が来ちゃったの。よう、はじめまして、ゆきの父です。あの黒田です。あーどうも。清水です。はいどうも。あのね、スキー場今日朝からすっごい吹雪で滑れなかったの。だから早めに帰ってうちでみんなで飲もうかってことになって。うん、そうか。ゆき、お前男二人と泊まり込みでスキー行ったのか。あのお兄さん、僕たちはお兄さんが想像してらっしゃるようなことは何もしてません。私が何想像したって言うんだ。だからお兄さんが想像してることですよ。確かに。やめろよ清水。僕はユキさんが好きです。何？ちょっと、あしかし僕が一緒にスキーに行ったからってそこでユキさんをどうこうしようなんて、男として、社会人1年生として、そんな寂しい気持ちは持っていません。それだけはしっかり分かっておいてください。いいですね、お兄さん。やめろ。いや、いいの、いいですね。いや、いいですね。おんちゃん。おんちゃん、
元気出してね。すぐに見つかるっていい人。雅子さんなんかよりも何十倍素敵な人。大丈夫、応援するから、私がついてるから。もう寝ろよ。何でしょうか。大切なお財布がポケットから逃げ出しそう。至るところ、いろんなところ、あらゆるところ、プレは大工とプリントごっこ。年賀状はプリントごっこ。綺麗が一番。ハイメッシュ。三高丸は胃の弱い人、食欲がない人、胸焼け、吐き気などによく効きます。だからいつも持ってます。おじさん、現代人の胃腸に和漢薬三高丸。今朝もローファットにヘルシーモーニング。ビューラインは脂肪分を約半分に抑えました。Delicious. Yes, ビューライン。ボーデンスライスチーズ。失礼ですけど、どちらへ。あ、これ役員専用の直通エレベーターなんですけど。あ、そうですか。さ、大丈夫ですか。大丈夫です。あ、乗っちゃった。あ、どうしよう、上向いちゃってませんか。受けすぎだよな。ごめんなさい。お兄さん。いや、どうしたんですか。仕事探してるんですって。まあ、ゆきさんから聞いたの。そうなんでしょ。じゃあ改めて、杉本京子です。よろしく。あ、どうも。彼女は私の教え子でね。教え子。うん、ゆきの就職の際大変世話になったんだ。世話だなんて、そんな。この店のオーナー。違います、先生。お願いしてフルールに使ってもらってるだけです。似たようなもんさ。全然違います。あったかい気持ちを形にすれば、やっぱりきっとこうなるね。気持ちの形、送ります。丸大ギフトセット。何が好き。栄養のバランスはランだけでいいよね。愛犬のバランス栄養食、ラブリーのラン。ウェルネスペットライフ、ラブリー。明るいなぁ。IC インバータンにしてよかったな。私よ。年末のお取り替えに日立の IC インバータ。これもよろしく。日立大吾のスーパーにいたんだって。そうです。なんでそこ辞めたのかね。女に振られたから。どういうんだそれは。女と仕事とどう結びつくんだ。北関東方面じゃ男は伝統的にそういうことになってるのかね。何考えて生きてるんだ。あ、君君君。あ、いらっしゃいませ。このホテルは外人客も多いの。昨日病院に行ってくれたんだって。ええ、和代さんから電話いただいて。そうだってね。
あなたは結局やっぱり間違っていた。京子さんと一緒になればよかったのよなんて、そんなことばかり言われ続けてね。いくつになってもわからないのね。あなたには女が、女の気持ちが昔のまんま。もうなんだからもうね、もう本当に。小市さん、私たちと向こうで一緒に。ほら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 、ほら、ほら、志麻君は今日私のもう貸し切り、もう行きなさい、行きなさい、行きなさい、行きなさい。やらしいわ、もう。ひみ、お兄さん、君ってどういう神経してるんだ。は？君は昨日言ったな、僕に雪が好きだって。はい、言いました。君そういう男なのか。何がです。そんなこと抜け抜けと俺に言っといて、他の女とベタベタして。他の女？社長秘書だよ、今同じテーブルにいるだろ。はあ、なんだなんだ。あれは僕の姉です。姉？ええ、お姉さん。そうですよ、清水すみれ、正真正銘僕の姉です。そんなの。あんた、お歳暮どうすんの。やっぱプリマハムね。あんたはプリマハムじゃないでしょ。お歳暮、お歳暮、プリマハム。When the feeling's in the air, it's the same as a moment we can share. いつも近くで香ります。顔見ると言えなくなる。顔見ると言えなくなる。もしもし、もしもし。夫がすごい風呂を発見した。彼は得意だ。これは人に勧めるぞ。まるで温泉のようだ。なんて。津村の日本の名湯、まるで温泉のようだ。北から南まで8種類。津村です。なんでワンちゃん秀島さんたちと飲んでるのかしら。ほっとけ、あいつの好き好きだ。よー、一之瀬。よーよーよーよよ、たまには一緒にみんなで飲もう。いや、私はいいよ。いいじゃないかよ。さあさあさあ、行こう。最後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 。セイコン込めたカレーを僕の場合食べていただく。大人は辛口ハウスジャワカレー。ゼビオでスーツが下がる、コートが下がる、ジャケットが下がる。冬物スーツ、コート、ジャケット 10% から 50% オフ。ゼビオ。5分ほど待たせておいた。
遅いな。なんだかんだと大騒ぎもう大変悔しかったらこの目の前にバシッといい女連れてきてみろ。まったエッチ行ってきます。頑張って窓際どこか信じて今夜だけ少年に。ちょっとうちの社長のところに、僕今日から新日物産のフルループロジェクトで働くことになったんです。あら弟さんの誠君も一緒です。いい青年ですね。僕は好きだな。弟よろしくお願いします。いやこちらこそじゃ残酷なことするのね。そして奥さんに言われました。私がどう頑張ろうと京子さんあなたには勝てないだろうって。だからこうして来てるんです。一ノ瀬さんはやめた方がいいわ。どうして？あの人はまともに女を愛せない人なの。よし、ホテルのティールームに行こう。あそこなら誰も来ねえだろ。行こう。言ってあげたわ、すみれさんに。あなたはやめといた方がいい。まともに女を愛せない人だからって。それでいい。よくないわよ、ちっとも。私のお尻触ったって大声で騒ぐんだ、お前。冗談じゃねえだろ。もう多分社内のやつらが、お前全部俺のとこに集中しちゃってさ、もう犯罪者見るよ。冗談じゃねえだろ。ほんでさ、そういう時に限っているんだ、約1年。この、私は正義の人だ。あ、えLove letter from Canada. もしもまたなら一緒にいたら。どんなに楽しい旅でしょう。やついてんじゃねえ。Love letter from Canada. なんでどうして？酔ってるでしょう、相当。酔ってねえよ。酔ってる。とにかく一生懸命ということだけは守って頑張っていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。よーし、よーいった、はい、頑張ろうな。この際だからはっきり言っとくぞ。なんだよ。私は女子校の英語教師として34年、これといって何一つ不始末もなくつつがなく勤め上げて教壇を去った。その間お前らの母さんを精一杯愛し大切にしてきたつもりだ。おかげで曲がりなりにもお前ら二人はそこそこの大人に育て上げることもできた。まあ根が嫌いな方じゃなし、ついフラフラとその名にしそうな時もあったさ。がしかしその度ごとに私はぐっとこらえた。ん？どうしたの？なんか聞いてないか？なんかって？一ノ瀬室長とすみれさんのこと。別に。そっか。あ、そういえばあの二人なんか変なムードだったわね。休業なら仕方ないわね。どうぞ。お調子お願い。はいよ。体中ポカポカしていい気持ち。いや僕らが恋人とかそういうことじゃなくて、例えばの話ですか。そうね。大吾じゃこうはいかないもんな。でも、え？いろいろあるけど、何でもあるけど、心がないのよ。心？分かってくれないの。心で受け止めてくれないの。志麻さん。いい人だけど、でも今夜楽しかったわ。ありがとう。
とりと情感を込めて歌い上げる伊藤ゆかりクリスマスディナーショー、12月11日湯沢ニューオータニホテルで開催。ホテルならではの演出でおもてなしいたします。やあみんな、キャプテンイグロのフィッシュオフィンガーをお食べ。カリッとして中身はフレッシュ、 100% 白身だから美味しいよ。イグロのフィッシュオフィンガー新発売。ついつい乗っちゃったのか。やめろ光一。仕方がないということはまだ気持ちが残っている。てめえの好みの女ここにしたか見えへんの。寒い、あなた早く。 Stay all overnight